どうも、こんばんちは、キシトです。デッドバイデイライトを PTB テストバージョンやっていきたいと思います。新生存者と新キラーがね、来たんですが、今回ね、新生存者が日本人ということでね、はい、ちょっと気になってやってみたいと思います。新生存者、木村ゆい、レーサーっぽいね、ゆいねーみたいな感じ、ゆいねーさんみたいな感じ。パークが突破。まずね、運ばれている生存者を6メートル以内にいると迅速効果を得て移動速度が 6% 上昇すると、もがく速度が 20% 上昇するっていう、感じですね。まあ、肉壁用ですね。はい。肉壁入ればもがいてる人のね、速度が、はい、もがきの速度が、上がるっていう感じですね。これがパーティーで付けられたらちょっと厄介だね。みんな肉壁に入ってきたら。で、強行手段。倒れてるパレットを、元の立った状態に戻すっていう、パークですね。これは正直、どう使えるのかがよく、なかなか使い勝手が難しいね。まあ確かに、パレットは倒れてより倒れてない時の方がすぐ倒せるからいいんだけど、結局、パレットを倒さないでっていうのはあんまないからね。基本的に板割ってくるから、チェイス中とかも。なかなか使うところが難しいんじゃないかな。で、怪我の巧妙。血痕が残らなくなるっていうパークですね。はい。まあ、これもね、なかなか微妙なところではあるんだよな。有効時間が過ぎると、以降は発動しないからね。ずっとじゃないっぽいから、これな。まあこれもなかなか、とかあんまり使いようとか難しいんじゃないかな。まあ、そうね。これは、突破は、英雄の奮起と多分相性がいい感じかな。はい。これで肉壁に入って、トークン貯めるみたいなね。はい。すると、相性がとてもいいと思いますね。はい。早速じゃあやっていこうか、今回は。自分のパークを装備してね。で、プラス、内なる力を持っていこう。回復用としてな。で、キラーのは、本サーバー来たらやります。キラーはマッチングがすごく、時間かかるんで、下手したら多分30分以上待ってもマッチングしないから。新キラーは鬼ですね。まあ、多分マッチングすれば、鬼と遭遇するとは思うんで、多分。さあ、というわけでやっていきましょう。ペイルローズか。やだなまた。キラーは鬼かな？鬼であってほしいな。だいたい鬼だと思うけど。上にドワイトがいるね。今んとこわからんな。鬼じゃない可能性もあるからな。この辺ちょっとどうでもないか見ておこう。ないか。内なる力があるからな。どこどこ行ってる？お、この BGM は鬼かな。お、破滅ない。ドゥンドゥドゥンみたいなね。ちょっとデモゴルゴみたいに BGM 違うんだよね。チェイソンが。で、鬼は相手を切りつけると血液を吸収できて多くね。それが一定溜まるとね、マイケルみたいにワンパンになって、なおかつヒルビリみたいにダッシュもできる。で、それは50秒経つか生存者をダウンされて担ぐと効果が切れる。だったかな、確か。何やってんの？PTB だから、切るやつもいるのか、やっぱり。結構。しょっぱだから3人でやっていくのかよ。勘弁してほしいな。破滅がないことが唯一の救いか？ドワイトが見つかったっぽいかな。そこにいた。やっぱり。
やはり鬼ちゃんだね。鬼ちゃんだね。あぶねえ、こっち来やがったな。救助行けっか、あれ。逃げろ逃げろ、鬼が来た。血を吸わせなけりゃ。暴走状態になったら手つけられないからなこいつ。ただ普通に戦う分には普通だからな。ちょっと俺が頑張ってやる時間稼ぐしかねえなこれ。逆にいけなかった、巻いちゃった。やべやべ、たまったな。であのゲージは別に切ってたまるってわけでもなくて、通常普通にしててもちょっとずつはたまっていくんだよね。ただ切って血液を吸収した方がゲージのたまりはめちゃくちゃ早いっていう、速くなるって感じかな。ただ結構そのダッシュ中のまあ小回りはちょっとなかなか難しいらしいからね。まあでもめちゃくちゃちょっとね強いね、速いんだよあれ。で結構曲がれるからヒルビリーみたいにまっすぐとかちょっと曲がれるっていうテールじゃないからね。かなりがっつり普通に曲がれるから。大丈夫かな、追われてた人は。大丈夫かな、上着きそうです。もうちょっと頑張ってくれ、3人で頑張ろう。やるしかない。野田転び八起で、八起精神で。どこへ行ったんでしょう。追われてんのか一人。あそこもいじってるね。いや俺は真ん中いじろうか。今真ん中でやチェス中。俺の方来た。蹴る。お、こっちスルーか。あれ蹴ってないね。蹴ってないなら うまくチェイスしてるね。なんでドワイトこっち来た。大丈夫。
これ回し切っちゃうか。まずい。ドワイト逃げろ。そこにいたある。こっち来るか。届くな。うん、あれは届くな。でも追ってこないんじゃないかな多分。担ぎに戻るだろう。やはりな。大丈夫か。ケイティがちょっと、ケイティじゃねえや、ユイちゃんか。ちょっとユイちゃん頼む。内なる力。おお、マジ。ここでぐるぐるされんのは怖いぞ。危ねえ、危ねえな。なんとかなった。危ねえよゆいちゃん。そこの糸使ってない。オッケー、俺がじゃあおとりになろう。いいかい。頼むよ。俺がやってる間にぜひ頼む。そっち行っちゃったか。逃げろ。オッケーオッケー、ナイスナイス。マジで。横走ってきた。オッケーオッケー、逃げろーゆいちゃんデッドアドゆい姉ちゃん危ねー。なんとか助けないでよかった。オッケー、はい、というわけでね、じゃあ今回もね、一旦これでね終わりにしたいと思います。次回もね、よかったらまた見に来てくれると嬉しいです。それでは